10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様、積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半は、このように、このように、にゃんこにチュールを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、 猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて、またきもせず、ご視聴いただくことをおすすめしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、 スパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今、私の左側にいるのが、チャトラのマサルくん。右側にいて、消えてしまったのが、ミ毛ネコのタマちゃん、えー。画面には収まっておりませんが、グレーのグーちゃん、白ちゃんのユリさん、白黒のクータくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。 で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は概要欄のところに猫紹介してありますので そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、ニャンコにチュールあげようかなと思われる方は、 そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしておりますす。むちゃん。いつもは甘えんぼさんなのにな。本番ではそんなところは恥ずかしいから見せらんないの。はい、残念。<laughs> えっと、ここにいるけどな、まだな。 はい。で、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、 えー、後ろにいる、えー、イルミネーションでピッカピカ光ってなくて、う、え、さ、ー、耳をつけていて、えー、左腕が取れている、えー、右腕だっけ <laughs> あれ、右腕だったっけ、えー、右腕が取れている、えー。黒い観音様がこの番組のうちいまでございまして、名前をたけしと言いますよ。 で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。では、行きますよ。せーの。ジャスティース、猫いないしな。はい、今日も一人ぼっちで。ジャスティースですよ。今日も塩が入った、えー、さでございます。 ああ、さゆが美味しい季節になってまいりましたな。もう、もうさゆだな、すっかりな。な、なに <laughs> ね今日はセーターでさ、ついついこの間まで半袖着てたと思うのに、今日はな、こんなセーターでさ、朝寒かったんだよね。で、今日は、 明日雨だからさ、明日雨なんで、買い物行くならね、えー、今日のうちかなと思って朝さ、出るのに寒いなと思って、で、衣替えしてないけどさ、ね、衣替え途中で、あの、もう着ないなと思って、夏の間にね、あの、おしりれの方に突っ込んどいたやつ、引っ張り出してきて、できて、まあ、これで今日はちょうどいい具合のね、えー、感じで、 で、明日はまたさらに気温が下がるようなのでな。もうすっかり、なんか秋というか、冬というか、なんかそんな感じ。<laughs> えー、ピオンさん、ジャスティース、ありがとうございます。で、あとは何の話したらいいんだあとはじゃあ買い物の話か。買い物な。で、まあ、ドラッグストアのクーポンがあったんで、まあ、それ使って、 でなんか買いいい物すできればいいんだけどだい最近ほらそのクーポン対象外の商品がさなんか多いんでえー、だったら何なら買えるのそもそも買いたいものがないのにさまあしいて言うならこれかなと思って買おうとするとさクーポン対象外ですとか言われちゃうからじゃあ何買えばいいんだろうと思ってもうわかんねえなと思ってまあ無理に買う必要もないから別にいいかと思ってね だからまあ一応そっちの方に行くつもり、あの野菜がなかったんだよね。で、野菜買うかと思ってさ、でね、いつも見切り品が売ってるスーパーの方に行って、見切り品をさ、物色しに出たんだけどさ、それがそのクーポン出してるドラッグストアの隣なんでね。で、まあついでにいつもは行くんだけれども、今日は行い,いかと思ってさ、でね、あの、なんだっけ、 えー、いたんだけれども、まあ一応クーポン持って出たんだよね。そしたら目の前にね、あの、ホットカーペットじゃなくてなんだっけ、<laughs> 北海道か。北海道売ってたんだよね。で、北海道もさ、あの、10個入りなんだと、なんかまたクーポン対象あ、対象外とか言われるかなと思ったんだけど、あの、箱に入ってるさ、まとめ売りのやつあるじゃんか、そこにいるのか、ね、猫たちはさ。 <laughs> なんで私の後ろなんだい、ね、でまあその箱入りのやつだったらねそこそこ値段するからそれだったら使えるかと思って今日はねあの寒かったのをいいことにねでまあ夏の暑いうちにさそれね買おうかなと思ってたんだけど売ってなかったんだよね夏の間はねでとうとう、えー、北海道が出始めたので今日はそれをね買ってみて。 で、これはクーポン使えますかって前にね、えー、クーポン使えませんって言われたお兄さんだったんで、聞いてみたら、今日は、えー、使えましたので、無事クーポンを使って予定外の、えー、買い物をしてきましたっていう感じ。えー、ともひこさん、えー、たかさん、えー、お茶は、お茶は買ってないよ。 お茶は買ってないですよ。今日は、えー、塩入りの白湯を飲んでおりますよ。でね、肝心の、肝心のスーパーでのさ、見切り品がさ、なかったわけはね、今日はね、あ、今日はないなと思って、で、割引になってる野菜もなくて、 あ、今日はなんだ、あの、野菜を買おうと思ったら、はずれの日だったな、みたいな感じ。で、どうも今日はなんか、お肉の日かなんかで、で、なんか、チラシを出してたっぽいんだよね。私、そんなの関係なく行くからさ、あ、で、普段だったらそんな朝っぱらからね、9時からお店始まるんで、なん9時過ぎぐらいに行くんだけどさ、あ、 そんな時間だとね、さすがに土日だったとしてもね、そんなにないんだよね、オープン最初っていうのかな。なんだけど、今日は結構人いてさ、なんか人いるなと思って、割引の商品ない割にはずいぶん人いるななんて思ってさ、んでね、あの、なんだと思ったんだけど、みんなチラシを握りしめ、で、カゴにね、たんまり、 肉を入れてるんだわね。だから、ああ、なんか、肉の日なのか、今日はな、なんて思ってね。まあ、肉買わないからさ、と思って、野菜ねえな、野菜ねえな、どうしようかな、と思って。で、まあ、じゃあ、焼き芋買っちゃうか、と思って、今日は焼き芋買っちゃってさ。で焼き芋と、あと、なんかね、えー、もうちょっと買うと400円になるから、と思ってね。300いくらなんだよね、焼き芋が。 かあと100円ぐらいのものななんか野菜ないかなと思ってたんだけど野菜なんか高くてさ。<laughs> 野菜高くてなだから焼き芋買えるんだったら野菜買えばいいんだけどさどうもそうじゃないんだよななんか野菜を普通に買おうとすると高く感じるわけよだから焼き芋は値段変わってないわけよいつも同じ値段なんだけど野菜の方は前だったらこれいくらだったのにって考えちゃうとさすごい値段上がっちゃってくからそれ考えるとなんかなあの割,割高っていうのかななんか高えなと思って買えなくて 結局、今日もお店の中、うろうろしたものの、いや、余計なもの買ってもしょうがないかな、なと思って、なんか前だったらさ、あの、甘いものを、ね、あの、コーヒーのお供にさ、まあ、甘いものだったら、お菓子だったらね、100円ぐらいで売ってたりとか、あと今日もまんじゅうな、まんじゅうが割引のシール貼られてたりとか、あとはパンとかね、パンも朝はさ、割引してたりとかするんだけど、 今日はパンもね、あるにはあったけど、あんまりなかったんだよね。いつもは結構並んでんだけど、今日はもうそもそもあんまりなくって。でね、まあ小麦粉だし、今砂糖立ちしてるから、なあ、どっちもいらんもんなと思って。だからまあ散々物色したけど、まあいいや余計なもの買うよりはなと思ってね。焼き芋だけ買って、今日は帰ってきたんだけど、ニャンコたちのご飯ね。 にゃんこたちのご飯でお魚あげたいよなと思って、いつもさ、お魚のコーナーをね、あの、眺めてくるわけよね。で、あの、なんか、大概、大概お魚は、ああ、いいな、食べたいな。<laughs> 私が食べたい,たいな、みたいな感じでね。で、さすがにちょっとだ、 ちょっとなーと思ってね。やっぱり猫のご飯に比べるとだいぶ、だいぶ値段が高くなるからさ。そう考えると躊躇しちゃうわけよね。で、そんな中でさ、最近アジアジが普通にさ、あの、丸ごとっていうのかな。パックに詰められて何匹か ?5、6匹入って。安いんだよ。200円ぐらいで売ってんのかなで、まあ、これだったらいいかとは思うんだけど、 ただ、アジってどうやって調理していいのかわかんないなと思ってさ、なんか切り身になってるならまだしもね、丸ごとだからさ、なんか茹でるだけでね、あの、食べられたりとか、できんのかなどうなのかなと思って、さっき今日は散々そのアジの調理の仕方調べてみたんだけど、まあ結局のところわからないというか、 なんか、さばける人がしっかりさばいて、なんかね、調理してるのと、あとはレシピだけ見ると、その、アジがさばいてるかさばいてないかは書いてないわけ。<laughs> なんかね、あの、材料のところに、アジ4匹とかって書かれてるだけでさ、それが、 なんか下処理されてんだかされてないんだかわかんない煮物でさ、下処理何もしないで、そのね、パックで買ってきて丸ごとのやつ、そのまま使えるんだったら、なんかそれは簡単そうでいいなと思うんだけど、いや、そうじゃなくて、ね、あの、<coughs> 下処理されてるものを使ってるっていうことであれば、そのレシピは参考にならないし、んでね、あの、煮物作ってる人を見ると、みんな男の人でさ、 魚さばいてさ。で、しっかり作り上げてるわけよね。で、レシピの方は女性でさ、で、魚さばいてるかさばいてないかは書いてないわけよ。えー、アジ4匹とかしか書いてないんでさ。結局、どうなんのよ。さばかないで、えー、アジってなんだ、食べれるのか食べれないのか、どっちなんだ、わかんねえぞと思ってな。で、終了したわけ。 <laughs> なんかどうしようと思ってねなんか安いからこれならあげてもいいかなとは思うんだけどさそのアジの処理がなかなか大変そうだったんだよねいやーこれはちょっとできないかなと思ってだからちっちゃいかさ一匹ずつがそれなのにそんなに手間かけなきゃならんのかいと思ってねそれはちょっとできんかな自分で食べるならまだしぼようと思ってな で、そこまでして猫とはまた食べなかったらどうするみたいなところがあってね、ちょっとできんかなっていうね、えー、感じでございました。以上、終わりかな、えー、なので、今日の、えー、質問は、魚さばけますかさばけませんかあ、さばけませんかじゃないな。さばけますかっていう質問にしたんだけど、半分ぐらいの人がさばけるみたいだな。すごいな。 <laughs> ここに来る人本当ね、相変わらず少ないのに、それなのに半分もさばける人がいるっていうところが、まあすごいよって感じな。あ、はあ、ピオンさん、栗食べたいな。栗自分で剥くのは絶対にもう嫌だけど。<laughs> もう絶対に嫌だけれども。でも栗は、 食べたいよな。いくらでも食べたいよな。で、備蓄にしてあった、あの、甘栗をさ、さんざん食ってたけど、あの、前、だからね、だん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 前に買ってきたものをね、あの、食べたりとかするようになったらさ、前に買ってきた、えー、やつはうまいんだよ。で、えー、前、前に食べてたっていうのかなやつはさ、おいしくないっていうか、なんかいっぱい買ってきた方のは、 えっとね、えー、ダイソーなんだよね。ダイソーには甘栗あるんで、で、甘栗ね、備蓄用に購入しようと思ったときは、ダイソーに行って、で、買ってきてたわけよ。だけど、最初に、あ、100均に甘栗あるんだなっていうのを気づいたんで、で、買ってきたやつが、えー、っとね、あれなんだっけ、キャンドゥかなキャンドゥだったんだよね。で、最初は、あ、 キャンドゥにはマグリあるのかと思って、まあ見つけた時にちょこっと買ってきたんだけど、あもっと買っとけばよかったなと思ったわけよね。で、キャンドゥどこにあるかなと思って調べていったら、えー、そこには置いてなかったわけよね。で、ダイソーに行った時に売ってて、 で、ダイソーはどこに行っても売ってるんで、あ、ダイソーにはあるんだと思って、ダイソーで甘栗買ってきてたんだけど、なんかね、ダイソーの甘栗美味しくないらしいってことが最近わかって、で、そのキャンドゥで買ってきた方の甘栗が美味しかったんだよね。だから、あ、こっちのがうまいな。<laughs> こっちのがうまいぞと思ってね、ちょっとキャンドゥで甘栗売ってるところがあったら、 ちょっと今度大量買いしたいよみたいなね感じでございますよ。えっ、ー、と、ともひこさん、お魚はお刺身がいいそうね。お刺身で食べるのがまあいいんだろうけど、自分さばけないからね。お刺身で売っててくれればそれはありがたいんだけど、丸ごとで売ってた場合どうしようかなっていう感じなんだよね。 カニタンさん、スルッとさばける動画があった気がするよ。なんかね、見てるとさ、簡単そう、簡単そうっていうか、確かに、見てるとやってみたくなる気はするんだけどさ、まあ、ちっちゃいんで、これの作業を一匹一匹に全部するのと思ったら、いや、気が遠くなるな。<laughs> <laughs> これちょっとできんわとかって思ってね。でやってるのってほら慣れてる人がやってるからさ簡単にできるような感じがするけどさ初めてやる人これどうなのみたいなこの前の栗の皮むきみたいにな。なんか動画見てたらあそっかそれでできるならまあまあいいかちょっとやってみっかなと思ってやってみたら全然できなくてさ。 <laughs> なんだよと思ってねあの大変な思いしたからさそんなんしたばっかりなんでね、えー、魚は今度はさ生臭いじゃんかまく、あ、りは手が痛くなるっていうのがあるけど魚はまあ手は痛くはならないかもしれないけどまあ生臭くなるよねっていうところがねちょっとねあの気が引けるというかなんかやる気出ないっていう感じなんだよね。 えー、北海道さん、藤子さん、皆さん、ジャスティース、乾杯、ありがとうございます。まあね、あの、ぎっくりの方は多分おそらく治ってるんだと思うんだけどさ。ただからなんか、たけし動かす気になんなくて。<laughs> たけしそのまんま、あの場所でな。で、たけしの後ろににゃんこたち団子作ってんだな。あのベッド前に出してこなきゃダメだったな。 たけし、後ろでいいからさ。えっ、ー、と、よしさん。c a n d o の栗、自分もダイソーで買ってきました。c a n d ゥ o でも買ってみます。あ、そうそうそうね。だからダイソーだとさ、売ってんだよ、どこでもね。で、ほら、ダイソーだとクーポン出るっていうのかな。 なんか、いくら以上買うとね、あの、何円バックみたいなのをさ、よくやってるんでさ。で、まあ、それがあると、あの、行くわけよね。で、そうでないと行かないからさ、そういう時に山栗買ってくるんだけどさ、キャンドゥーがね、ないんだよね。探さないとさ、どこにキャンドゥーってあんのかなっていう感じで。で、あったと思って行ったら、売ってなくて、栗がさ。<laughs> <laughs> あ、ねえ、と思ってね。だから一回しか買ったことないんだけどさ、そっちのパッケージが違ったわけだからいつも食べてるのがさ、ダイソーのパッケージだったから、それ見慣れてたわけよね。で、パッと掴んだやつがさ、なんかパッケージ違うなと思って。で、そっちの方が美味しかったんだよね。で、あ、そっか、もしかしてこれ、キャンドゥの栗の方のがうまいのかって <laughs>、ちょっと思ったっていうか。 感じそう、あと備蓄品で思い出したけどね、まあ最近そうやってさ、野菜が高かったりとかするし、ちょっと買い物をね、控えたいなみたいなところがあって、で、まあ備蓄品もさ、賞味期限切れがさ、あの、ひどくなってきてるから、<laughs> ひどくなってきてるかな。だからまあそろそろちょっと消費していこうか、みたいな感じでさ。で、去年、去年なのかな。 乾燥の小松菜を、えーまあ、大量ってほどではないけど結構まとめ買いしたんだよね。でそれがさ気づいたらさなんか随分色が変わっちゃってたわけよね。いやー色変わってんなーなんてふうに思ってまあ思ってたら結構やっぱりさ備蓄品あのなんだ 食べてみますみたいな、もう一年経った備蓄品食べてみますみたいな感じで、あ、みんなそんな感じなんだな、たぶんなと思ってさ、大体いいみんな去年あたり、なんか備蓄に勤しんだと思うんだけどさ、まあそれが一年経って、やっぱりあの見た目に変色してきたんで <laughs>、気になってな、で、それ開封してみるみたいな動画、食べてみるみたいな動画、 なんかあげてるなぁなんて思ってさ、みんなね、みんなそうなんだなーなんて思って、で、私はもう賞味期限なんかね、あの、知るかと思って、まあ、それでね、あの、備蓄するつもりでいたんだけど、まあ、やっぱり見た目が変わってくると、ちょっとね、なんかそのまま、なんか食べれなくなるのは悲しいから、じゃあまあ、食べちゃった方のがいいかな、みたいな感じでね。 今日はさ、小松菜色が変わってしまっていた小松菜をさ味噌汁の具が野菜をさ買いに行ったのに野菜買ってこなかったからさ、うん、いいかそれそういえばあったから小松菜あったからそれ使えばいいかと思ってさそれで味噌汁にしたんだよね行ったらさなんかその説明には5分ぐらい熱湯で戻してくださいって書かれてておう5分も戻すんかい結構な時間 割と食うねなんていうふうに思って、ただまあ味噌汁の具にしちゃうからね、まあ煮込んじゃうっていうのかな。だからまあちょうどいい具合かななんて思ったんだけど、結構硬くて、あれこれ硬いなと思って、だからまあね、あの時間が短かったのかどうなのかわかんないんだけど、それかそもそもそういうね、乾燥の野菜が、えっ、ー、と、そういう硬いものなのか、 それとも日にちが経ってしまったせいでそんなに硬くなってしまったのか。なんかね、原因がわからないんだけど、まあ結構硬くて、で、あの、乾燥の野菜だからもっとさ、あの、膨らむと思ったんだよね。あれなんだろう、インスタント、えー、カップラーメンとかインスタントラーメンのさ、 あの具の野菜ってさ結構カリカ,カリカリっていうか乾燥の状態だとさまだお湯入れてない状態だとさ結構量少なくてなんか少ないなって思うんだけどさお湯注いで戻すとさまあそこそこの量になったりとかするじゃん。まあそれのイメージでなんかそんくらいの量をさ鍋に入れたんだけど大さじ2杯入れたんだけどさ なんか全然、全然増えないんだよね。だから、あれこれお腹いっぱいにならないね。<laughs> ダメだね。なんて思ってね。今日はちょっと備蓄品の小松菜変色したやつ食べてみましたが、えー、硬かったそして全然元に戻らないっていうのかな量が増えなくてちょっとがっかりでしたっていうね。 ええ感じなので、まあ、備蓄品食べてみるっていうのはね、あの、いいかもしんないよっていう感じ。ええー、ピョンさん、栗も銀杏みたいに、クラフトフードを入れて、えー、電子レンジで、えー、破壊できないのかなああ、でもね、あの、甘栗甘栗、栗時間経っちゃって、あの、剥きにくくなっちゃったやつを、 レンジかけたら剥きやすくなったよ。ねまあ今あんまり食品をレンジ使わないけどな。んで、えっ、ー、と、なんだっけ、銀なんで思い出すと、そう、銀なね。昨日さ、あの、井の頭公園ね、夜の動物園、秋の夜長の動物園にさ、行ってきたんだけどさ、公園広いのな。 公園広いんだけど、あの、大型の動物があんまりいないんだよね。まあ、前はゾウの花子さんがいたんだけど、なんか私、前に行った時はね、花子さんいた時だったんだよね。で、花子さん亡くなったのさ、2016年らしいんだよ。そうすると結構長いこと言ってないなと思って、そりゃそうだよな。だって全然覚えてなかったもんなと思ってさ、<laughs> あれ、こんなところだったっけみたいな感じだったんでね。 なんか本当に初めて行くような感じのところでさ。でね、あの、花子さんがいたところは何にもいない状態で、で、その辺でね、ちょっとあの、小腹が空いて団子を食べたんだけどさ、で、ベンチで団子を食べてたんだけど、ただまあちょっと、ちょっと匂うなと思ってたわけよね。ちょっと匂うなって思ってたんだけど、まあ隣に座った人がさ、 やっぱりね、なんか、あそこに銀杏があってね、臭いのよね、みたいなこと言ってたから、あ、やっぱりそうなのか。<laughs> やっぱりそうなのかと思ってね、まあ、東京の木だから銀杏あるよな、っていう感じでね。えー、で、なんか臭いなと思ってたんだけど、ただ、 自分の周りにはなくて、たまになんか匂ってくる感じがする。なんか匂う気がするみたいな感じだったんだよね。明らかに、あ、これ銀杏の匂いだみたいな、強烈な匂いじゃなかったんで、なんか、なんか香る気がするぞみたいな感じだったんだけど、足元見たらね、自分の足元に一個潰れたのがあって、あ、それが <laughs> 私が潰して運んできただけか、みたいなね。 ええ感じで、ちょっとがっかりみたいなね、感じがあったよ。え山、ー、さん藤子さ、ん、皆様こんばんは、ボンソは、本日もしぶとくやっておりますよ。で、えー、っと、そうで、で昨日ね。まあ、動物撮るなら昼間のがいいっていうのかな。なんか夜だから別に、あの、いいとかっていうのないんだよね。動物見るならやっぱり昼間なんだよね。夜になると。 普通に展示されてる動物が減ってしまうんで、種類が減ってしまうし、まあ撮影もしにくいしっていうのがあって、から土曜日のさ、昼間の動物園っつったらさ、まあ混むでしょうと思ってね。いやーちょっと全然行きたくないよ <laughs>。全然行きたくないよと思いながらね。まあでも撮るならね、午前中っていうのかな。 まあ午前中はちょっと難しそうだから遠いからさ、で、昼間ね、まあできれば夜になる前ね、に行こう、撮影用に、動物撮影用には、まあ早い時間に行って、で、夜ね、その苔玉作りやって、で、帰ろうって思ったんだけどさ、やっぱりさ、なんか夜の動物園、なんか地元の人なのかな が楽しみにしてるっぽくってさ、夜の方がね、結構まあ少ないっていうのかな、昼間の動物園に比べたらいくら夜だっつってもね、昼間に比べたら少ないよなって思ってたんで、今までのさ、上野動物園の経験からいくと、なんか昼間はやっぱりね、多いから、それに比べたら夜ね、夜わざわざ来るって人は、 まあ、そんなにない感じかなって思ったんでね、意外と少ないなっていう印象だったんで、だから昨日もそうかなと思ったら、いや、昨日はすごかった。<laughs> 昨日は夜の方がすごかったかな。だから、あ、いや、今日これ、昼間見といてよかったなと思ってね、これは夜全然、あの、ダメだと思ってね、いや、よかったよと思って、で、しかも昨日、苔玉作りやってね、 まあ一人一個か二個作れるよって話で、で、それ持って帰れるかどうかも分かんないような状態だったんだけどさ、まあ多分持って帰れるんだろうねと思ってたわけよね。で、まあ体験料は無料っていう感じでさ、だからまあ作った苔玉一個か二個持って帰るのかなっていうイメージでいたんだけど、なんかいくつかあったんだよね。5種類ぐらい苗木があって、 まあ、それがその井の頭動物園、動物園っていうか、井の頭公園っていうのかな。で、取れた、あの、苗木っていうの。で、その中からね、自分の好きなのを選んで、苔玉作りましょう、みたいなやつだったんだよそしたらさ、その苗木と、あとその苔玉作りに使った、あの、道具類。まあ、あの、ハサミとか、トレーとか以外。 は全部持って帰っていいよっていうのでさ、え、そうなのと思ってえ、もらえるものはもらって帰りますけどっていう感じでね。だから全部、全部持って帰ってきたんで、<laughs> 結構な荷物になったんだよね、ずっしりね。だから、あ、いや、これ持ってね、もう動物園回る気しないから。だから夜は夜でまたね、違う絵が撮れて。 いいなぁとは思ったんだけど、人多すぎだし、荷物抱えてるし、で、しかも今日昼間散々ね、あの、動物園一周してきて、もうくたくたなのもあってさ、いや、もういいや、ごちそうさまでしたっていう感じでね、だから夜の方はあんまり撮らず、えー、さっさと、えっ、ー、と、苔玉作りだけして <laughs>、終わって帰りました、みたいなね、感じだったなぁ。えーっと と、よしさん。えー、井の頭公園、私も行って、公園内に動物園があるのに驚きました。そんなで広いんだよね。えー、その後、ジブリに行きました。そうそう。だから前に行った時は、そうなんだよ。多分ね、ジブリとセットで行ったんじゃないかなと思うんだよね。でさ、あそこ、なんだっけ、えっ、ー、と、す、水族館じゃないけど、 えっと、水辺の、なんだっけ、生き物。もう一個あるんだよね。動物園以外に鳥えっ、ー、と、なんだ、アヒルとか、そういう系の鳥がいる方もあるんだよね。で、そっちは回れなかったっていうかね、い、向かったのかな向かったんだけど、えっ、ー、と、時間内に入れなくて利用できなかったんだよねっていうのがあったんだよ、前はね。で、今回はほら、早めに行って夜までいるつもりだったから、時間あるからね。 まあ、そこまで行く時間はあるかもしれないなって思いつつ、思いつつ、なんかもう動物園だけどお腹いっぱいになって、もういいや、そこは、と思ってさ。<laughs> なんか動物園の方にも鳥はいるわけよね、一応ね。だからそこにいる鳥たちとはだいぶ様子違うんだろうけど、まあいいや、と思ってね、行かなくて広いからさ、なんかね、動物園出て、で、道路渡って、 で、また何百メートルか歩いて行かなきゃいけないわけでしょ。で、そんな子もまた多分動物園と同じぐらいの広さあるだろうって思ったらさ、いや、もう体力的に無理 <laughs> もういっすみたいな感じで。結局、昨日もね、その、えっと、水辺の生き物の方にはね、行かずじまいだったかな。だから前よくそのジブリにもね、行けたなと思って、体力的に。<laughs> <laughs> よく言ったなって思ったかな。えーと、北海道さん、今夜の藤子さん、綺麗ですね。いつも綺麗ですよ。えー、スマホの右下にあるハートマークは何だろうだから言ってんじゃん、このハートマークが邪魔でコメントが読めないっつってさ、<laughs> いつも言ってるやんか。 まどかさん、今来た産業。はい。では、まどかさんが来たから終わろっか。<laughs> いじめ、みたいだな。はい。では、えー、タロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。 で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。そうで、今日はさ、寒かったからね、猫たちがさ、団子になってて、で、こういう、なんか、もふもふしてるやつ。なんか、これには入んないわけよね。で、これになんかいろいろ引いてやってもね、入らないわけよね。なんか知らんけどさ。で、ね、みんな、 たま、えー、ちゃんが好きなところに入っちゃって、たまちゃんが居場所がないみたいでさ、なんか住ねちゃってたから、 で、これさ、もふもふしてるやつはさ、洗う、洗ってね、干してさ、乾くのに2日ぐらいかかるのにさ、ゆりさんにおしっこされちゃうと一発でにゃんこ入んなくなるからさ、で、にゃんこ入んないなと思ってさ、匂い嗅いぐとさ、やっぱりおしっこの匂いがするんでね、ああ、やっぱりなと思って、明日ほら、雨の予報だからさ、 洗うなら今日のうちに洗っといた方がいいもんなと思って。んでさ、えっ、ー、と、他のね、もふもふのやつ、汚れてるやつ洗ってさ、まだ乾いてないけど、夕方さ、雨降ってきちゃったから、うちの中に干していけどさ、ね、で、これ出してきたらもう一瞬でお引っこされちゃってから、またたまちゃん居場所なくなっちゃって、ここで、 ねえ、ゆりさんにベッド取られちゃってるけれども、えっ、ー、と、<laughs> 似てるよって感じでね、ずっと常にたまちゃんの居場所がないな。だからたまちゃんがようやくね、えー、なんとか観念してさ、このピンクベッド出してきたときね、ようやく収まってくれて、 では、これで落ち着けるかなと思ったら、ゆりさんがね、ゆりさんはくっつきたいみたいなんだよ。誰かと一緒にくっついて寝たいみたいでね。また、せっかくたまちゃんの居場所に、えー、っと、乗り込んでて、結局たまちゃんの居場所なくなっちゃって、みたいな感じでね。もう、このにゃんこのベッドが足りないなと思ってさ、<laughs> こうやってしょっちゅうしょっちゅう洗濯しなきゃならないからな。んで、にゃんこの、 にゃんこのベッドもなんか高くなっちゃってて、前これね、まあ1000円程度のものだったんでね、ストップを使い、どうしようかな、止めようかな、やめようかな。<laughs> でもストップ出ないから止めるかしょうがないな。でね、あの、物色してみたけど、ずいぶん値段上がっちゃっててさ、なんか倍以上ぐらいになってんだよね。だからそうするとちょっと手軽に買えないもんなっていうのでね、えー、チーンっていう感じだったかな。 えーっと、ストップウォッチ。はい。では、北海道さんからストップウォッチ割れましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、行きますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。 じゃじゃーん。お、えっとね、あの、し幸せってか、昔は良かったなのカードだっけ昔は良かったのカードだから、えー、どういうメッセージなんだろうな。<laughs> どういうメッセージなんだ昔のことを思い出すみたいな、そういうことなのかな。はん、あ 誰かが高橋名人をやっておりますね。たまちゃんがね、今ね、スマホの上に乗っかっちゃってるわけ。ご <laughs> めんね。ごめんね。はい。はい、あ。いっちゃうのもうたまちゃんすぐにいっちゃうもんな。で、これはカップの、えー、何個あるんだ ?1、2、3、4、5、6個カップの6。 えー、カップ6で出てくるかカップ6の意味。はい、ありました。合ってました。今日は正位置でございますね。えー、っと、正位置で出るか逆位置で出る出るか。はい、えー、っと、 カップ6の基本的な意味。赤いズキンをかぶった子供が妹に、あ、妹だったんだ。ねえ、ユの花が入ったカップを手渡そうとしています。背景には古びた建物が描かれ、空は青く澄み渡っていますが、子供たちの前にあるカップには花が咲いており、幸せそうな雰囲気を漂わせています。 カップの6は思い出、優しさ、純粋な気持ちなどの意味がありますが、えー、カップは子供が書かれていることからも、より純粋さや無垢な魂を表しています。花を手渡していることから、相手や小さなものに、えー、対する愛情や喜び、 プレゼントすることで、送ったり送られたりすることへの幸福感を、えー、暗示しているカードです。えー、カップ後の喪失を経て、何かを失いはしたものの、心の中にある大切なことに気づいた瞬間とも言えるでしょう。えー、キーワード、喜び、成就、成功、安らか、 余裕、結婚、安定、チャンス到来、友情、親戚、新しい計画、未来への展望、目覚め、グッドニュース。えー、聖一の解釈、えー、聖一は思い出やプレゼント、喜ばしい記憶などの意味があります。 カップから溢れ出ている水は心や感情を表し、そこから花が咲いていることから、初心や情熱、希望の光を象徴しています。過去を振り返ることによって、忘れていた大切な何かを思い出すことができそうです。損得感情のない愛情や友情、純粋な思い、 恐れずに相手に何かを伝えることの大切さを暗示しています。思っていることややりたいことがあるなら、誠意を持って相手に伝えることが大切です。また、初心に戻ることで自分が何をしたいのか解決策を見つけることができるでしょう。子供自体に夢中になっていたことは何か、えー、探ってみると良いかもしれません。 子供時代に夢中になってたのは何スーパーマリオ <laughs> スーパーマリオやってたな。えー、っと、逆位置じゃないから何が書かれてるシンボル。えー、っと、白い百合。えー、6つのカップ、少女にカップを渡す少年、古い家と庭園。えー、っと、白い百合は純粋さやきろ、生き柔らかさ、 カップは感情や心、愛情、それを受け止める需要。えー、少女に手渡す少年は、えー、幼少期や過去の記憶を表しています。えー、っとまた、百合が入っていることから愛情を注ぐことを意味しています。えー、古い家と庭は、ふるさとや生まれ育った環境、自分の居場所を表しています。 生、えー、一、恋愛、仕事、えー、金運、金運、えー、プレゼントや臨時収入、ささやかな贈り物、金運アップなど、嬉しい出来事が期待できます。やりました。えー、人間関係が復活し、えー、嬉しい関わりが増えることを意味します。そのため、交際費や交通費などで、一時的な出費はあるかもしれませんが、 楽しい時間が過ごせるなど、お金では得られない幸福を手に入れることができそうです。いいですね。えー、また、副業や趣味でお金を生んだり、友達と始めたことで利益が得られたり、えー、思いがけない報酬が手に入る可能性もあります。やりました。えー、周囲の人間関係を大切にすることが金融アップにつながるでしょう。なるほど。えー、まとめはあるかな。 まとめはないな。い以上なので、えっ、ー、と、どうすればいいんだえっ、ー、と、せいいちの解釈が子供時代に夢中になっていたことは何なのか探ってみると、初心に戻ることで自分が何をしたいのか解決策を見つけることができるでしょう。 えー、忘れていた大切な何かを思い出してみようっていう、えー、メッセージかな。はい。楽しんでいただけてたら幸いでございます。てんたまさん、大吉じゃないですか。そうだね。大吉なメッセージだったよね。結構いい感じのカードだったんじゃないでしょうかね。楽しんでいただけてたら幸いでございます。そう、えっ、ー、と、なんだっけ。今ので。 えー、思い出した気がしたんだけど、今日はあれか、ホリエモンの動画をちょっと見たのかな <laughs> ホリエモンの動画を、まあちょっと見て、で、まあ人に頼れる人が生き残れるよみたいなこと言ってたんだよね。いや、確かにまさしくそうだと思ってさ、<laughs> まさしくそうだよなと思って、私の最も苦手とする分野だよなと思って、 ねえ、だから、この人は人に頼るっていうことが、まあ、できるからね、あのこうやってあの生,き生きてられるというか、ね、できあの大きくなれるっていうのかな、がね、大きくエネルギーを回せる人なんだろうなと思って、ああ、私と対極の人だなと思ってな、でも確かに、確かにそうだと思うよと思ってね、えー、どんどん人に頼れる人間になっていくこと、 まあ、それが生き残れる鍵だよ、みたいな感じの話をしてたのかな。まあ、そうだよね <laughs>。まあ、そうだよね、みたいなね、えー、感じの話をしてたなっていうのをさ、今、えー、このメッセージを見ながら、えー、思い出した感じでございました。たまちゃん、そこを入るかなねたまちゃんが行くたま ところ、たまちゃん行くところさ、もう、くうたは横取りするわ、ゆりさんは横取りするわでね、なかなかたまちゃんが落ち着いていられる場所がなくてな。で、すねちゃって、にゃ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 、泣いてんだよね。で、あとは何がありましたかね。<laughs> あとは何がありましたかね。今日はだから、昨日、苔玉持って帰ってきたからさ、 それをベランダに置いといたわけよね。で、苔玉なんか今まで作ったことも世話したこともないんでさ、これ作ったはいいけどどうしたらいいんだと思ってな。で、まあベランダを置いといて水やり。なんかね、水やりすればいいらしいんだよね。で、苔玉の方は週に1回ぐらい水の中にドボンとね、あの、つけてやってくれっていうのでさ、 で、昨日作ってる時に、そのね、バケツの中に、水張った中に、えー、作ったコケ玉をドボンと入れたんで、あ、それをやるのねって思って、それ毎日はめんどくさいなと思ったんだけど、まあ週1、週一、週一ぐらいならできんのかななんて思いつつな、えー、できないかな。<laughs> 寒い寒いとなだから夏の間はねその水遊びが気持ちいいからさ全然余裕なんだけど今日みたいにさ朝ちょっと涼しいとまあ最近ほら朝涼しいからさ寝てるとき薄着でねあの夜は暑,暑いからさそれで薄着で寝て朝起きて涼しくてでその薄着のまんまさ花の水やり花,花じゃねえな。 野菜野菜の水やりするとさ、ちょっと寒いんだよね、最近ね。で、今日はもう明らかに寒かったんでさ、上着着て、上着着て、花の花じゃないな、植物の水やりをさ、したんだけれども、だからそれで苔玉がさ、ベランダに並んでて、で、最近さ、あの、ベランダ出るのにさ、窓を開けると、 にゃんこがね、一応、外出るんだよね。ベランダ出るんだよね。そしたら、苔玉がドーンってあったんでさ、なんか、なんだなんだっていう感じで、も <laughs> 初めて、初めてのご対面だねっていうね、姿がちょっと可愛かったよっていう感じ。えー、北海道さん、今の札幌の気温、13度です。寒くなってきました。あそうだね。13度だと寒いだろうな。 だから今日もにゃんこたちの寒がり具合を見てるとさ、なんかそろそろちょっと冬の、えっ、ー、と、なんだ、支度というか、まあそもそも今日北海道買ってきてるからな、あの、ドラッグストアでな、あの、いくつ、30個入りぐらいのやつ、えー、まとめ買いというか、箱入りのやつ買ってきてるからな、なんか一気にな、ほんとこの前まで暑くて半袖着てたっつうのにさ、 急にセーターだよ。<laughs> もうどうしたらいいんですかって感じな。寒くな,なってきたよね。えー、天え、んたまさん、北海道は一気に寒くなってくるんでしょうね。ああねこの前、北海道で紅葉、紅葉してるっていう Yahoo ニュース読んだって言ったもんな、ね。北海道さん、質問です。布団を洗濯するのって、 どれぐらいの頻度ですかうちはだから、えっ、ー、と、なんだ、にゃんこがおしっこするからね。にゃんこのおしっこをされると、洗ってたわけよね。洗濯機でさ、無理やり洗ってはいるけど、これ洗えてんのかなっていう状態だったんだよね。洗えてんだか洗えてねえんだかみたいな感じで。しかもうちの洗濯機今壊れてんじゃんみたいな感じなんでね。 あんまりね、洗濯機で布団をさ、洗う事態になりたくないわけよね。で、本当は毛布もさ、だいぶ、だいぶおしっこをね、されてるっぽい感じなんだけど、毛布が最もさ、なんだろう、洗えないっていうのかな。他の掛け布団だと羽毛なんで、羽毛だとさ、あの水かけちゃうと、あのシューンってちっちゃくなっちゃうんでね。 そうすると、もこもこなんだけど、水かけちゃえば、あの、洗濯機の中収まるんで、まあいいんだけど、洗えるんだけど、割と洗えるんだけどな。この毛布はね、ちょっと、洗えてんだか、洗えてねえんだかっていうか、洗えてねえんだよな。<laughs> 絶対洗えてないと思うっていう感じなんだよ。なんで、ちょっと洗いたくないんでね。まあ、それで、その、おし所シートを上にかけて、で、ね、寝てるんだけどね。 なんか、はず、はずれて、はずれたところにご丁寧にしてくれたりとかするんでね。いやーっていう感じで。だから、今日も、今日もギリギリだったのか、それともはずれてるんだかよくわかんないみたいな感じで。床がちょっと濡れてたわけよね。床ちょっと濡れてたからギャーって思ったんだけど、ただ、ちゃんと一応シーツの上にはしてくれてたっぽい感じなんでね。 だから、布団は洗わずだったけども、まあ、シーツは毎日洗っておりますよ。雨の日でも洗っておりますよ。だから、明日も雨だけど、きっと洗いますよ、みたいな感じですよ。えー、北海道さん、羽毛ううな掛け布団、ガンガン洗濯してます。そうでしょ。だから、うちはニャンコにおしっこされるたんびに洗ってるんで、 えー、結構頻度は、えー、激しいと思いますよ。えー、北海道さんもともと水鳥だから大丈夫、うん。まあそういうことなのかね。だから羽毛だとね洗えるんでいいんだけど毛布がな重くってさねあのびっちょびちょだからさそれがちょっと困るっていうね。 え、感じでございます。ってなわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間、合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で、私とみんなを幸せにすることですので、 チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャーを投げといていただけると私が笑顔になりますのでよろしくお願いいたします。あとご無理でなければお友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方はこのチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので そちらを全部見といていただければいいんじゃないのかなと思いますよ。お迎えが来た。<laughs> ってなわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかなはーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。